こんにちは、今回は不具合対応での、原石配布についてです。こちらが公式のツイッターから、日中に出てた報告で、これの対応が確定しました。任務や秘境がクリアできない、不具合でしたね。これは基本的に再ログインで、解決するようです。また、近隣後の4つの島をめぐり、宝探しする任務ですが、最後に宝箱を開けていない方は、今後のアップデで、取得できるようです。で、なんと保証内容は、驚きの原石120個となりました。受け取り期間が、8月7日の夜9時まで、となっています。数十分前には、まだメールが来ていなかったので、ぜひ明日にはログインして、メールだけは、絶対に受け取っておきましょう。それでは今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。